セオカネヤスの墓、セオカネヤス二年ウル1十月十二日は、平安時代末期の兵士法の武将、セオカネヤスとも呼ばれる、通称渡太郎。出生については、謎が多く、法延二年三月十八日に、蕎麦上皇とその官女であった、セオヤスことの間に、 京都八条の平野忠盛邸にて生まれたという説や、大春元年3月18日に生まれたという説などがある。早くから兵士に仕え、方言物語、平時物語、平家物語などに、平家法の侍としてその名が記されている。自称四年には、なんとで放棄した僧兵たちの鎮圧を任せられたが、本格的な武装を禁じられたため多くの死傷者を出した。 このことが後に、平重平らによる、なんと焼き討ちへと繋がっている。その後、従営二年の栗から峠の戦いに平家方で参戦。するも、源の吉中軍に敗れてその捕虜となる。しかし、備戦国で逃亡を図り、監視役の倉光二郎重氏を殺害し、二千人もの兵を集めて、福高寺縄手、笹の砂に立てこもって、吉中に反旗を翻す。重氏の兄、 倉光三郎正清を打ち取るなど奮戦したが、そこでも敗れて敗走。その後、肥満のため自分で体を動かすことができない着手。西欧宗安を助けるために引き返すが、備中国板倉塾付近で撃たれた。源の義仲をして、あっぱれこうのものかな。ぜおこそ一人当選の兵とも言うべけれと言わしめたと言う。 瀬尾太郎金康工房岡山市北区吉備津1444小山小学校門手前2019時点整備後、瀬尾太郎金康工房説明板墓所手前作、看板の会社は、須山市の子孫の方、金康の以外は、老中の倒産道勝ちによって葬られ、その場所に道勝寺が建立されたが、明治初年に廃寺となり、その跡地は、現在小山小学校となっている。 近松門左門の人形浄瑠璃、平家に大御島の二段目、年博には、瀬尾兼康が悪役として登場する。ありがとうございます。